おはようございます。エプロン筋肉プラモデル動画投稿者の宮戸です。タイトルとサムネの通りですね、私、宮戸屋、救急車で運ばれました。はい、本当に緊急事態というか、もうマジで動けなかったので救急車を呼びました。まあちょっとね、これをね、多分メインチャンネルで上げてどうしたんだっていう人がいるかと思うんですけど、ちょっと詳細をお話しいたしますね。すいません、私事でございますが、ちょっと少々お話をお付き合いください。でですね、救急車を呼ぶ夜にですね、寝ようと思ったんですね。いざ寝ようと思っても時間だしと思って寝ようと思ったらですね、急にですね、気持ち悪さというか倦怠感みたいな気持ち悪さが襲いまして、なんだなんだと思ってパッと目開けたら、今度はですね、めまいと言いますか、世界が歪んでるんですね。ワンピースで言うと、グラグラの身の能力使った後みたいな感じになってるんです。目開けただけで、俺動いてないのに目開けただけでグワングワンしてて、あ、もう俺今自律神経いかれてるわと思って。でも目閉じて、じっとしてればまだ平気だったんで、まあまあ一晩寝てれば治るかなと思ったら、治らないんですね、これがまた。2時間後にね、また目覚めて、パッと目開けたら今度気持ち悪さが襲ってきて、もう、吐きそうな気持ち悪さが襲ってきまして、でついにはですね、トイレで吐きまして、もうその後一晩中寝れないんですよ。これがまたもう 2,3 回吐きまして、その後でやっと朝を迎えまして、朝迎えても症状が治まることなくてですね、あ、これはさすがにまずいと、さすがに仕事にも行けねえ、無理だと思って、でもう会社にまず連絡して、もう今日無理っすって、もう気持ち悪さでちょっと無理ですって言って電話かけ直して、なので救急車を呼びました。もう動けないんで。で、救急車って呼んでさ、で電話かけたらさ、かけてる最中もさ、吐き気を襲ってきて、ずっとさ、電話して目開けてなくちゃいけないから、もうしたらさ、わかりました、じゃあ救急車向かわせますねって、はいって最後言うタイミングでもさ、もうゲロ吐いてんの俺。もうさ、もう辛かったマジで。で、その後救急車がすぐに来てくださってですね、なんだか俺は玄関まで、ドアを開けに行かないで、玄関でもう救急隊の皆さんが、あ、大丈夫ですか、今運びますからねって言って、体温測りますとか心拍測りますとかやってくれて、もうその後俺記憶ないです、ほとんど。もう気持ち悪すぎて、もう何も覚えてないです。で、気づいたらもうベッドの上、もう点滴で注射打たれてさ、点滴打って、で俺点滴打ってるそばから入ってんの。でもう食べたもの吐くもんないから、もう次胃液入ってるのね、黄色いんだ、また胃液が。もう初めてでこんなレベルまで入ったの。もう俺死ぬんじゃねえかと思ったんだけど、なんか病院側の対応も結構質素で、いや今コロナ禍で実装がしんじゃ暴言みたいな、貴様みてえ なんか気持ち悪いだけ来んじゃねえみたいな雰囲気ちょっとあってさ、もうふつふつと感じてんの俺、気持ち悪く吐きながら、なんだこいつらと思って。確かに俺の症状って寝てれば治るんだろうなとは思ってたけど、さすがに塩対応すぎんと思って、宮戸屋さん大丈夫ですかって、で、だいぶ収まってきましたって言って、じゃあ迎え来てくれる方呼びますねって。で、ありがたいことに会社の方がですね、電話したら来てくださってですね、家まで送ってくださったんですよ。もう上司ともう先輩に大感謝、本当に感謝感激、宮戸屋感謝感激。もうしたらですよ、もう先輩たちがね、病院に迎えに来てくれたタイミングでまだ入ってんだよ。このタイミングで帰らせるっていう状況でさ、先輩も同じこと言ってるの、おい帰れんのか大丈夫かよって言ってたんだけど、まあなんとか帰ったんですよ。まあ移動中も吐いたりしたんですけど。いやー大変でしたね。俺正直言って、食生活も正直増量期なんで、決して栄養足りてないわけじゃないんですよ。ビタミン類だとか炭水化物とタンパク質も結構足りてる、必要十分で、まあプロテインも取ってたんで、タンパク質とか足りないわけでもなかったんで、で睡眠時間もね、いつもより少ないわけじゃなかったんですけど、結論としてはガス欠だと、車でいうガス欠みたいなところですね。今までのちょっとしたね、欠けがというか疲労が溜まってって今爆発したタイミングなんでしょうと、もうエンプティーですよと、エンプティー通り越してますよっていう状態が今来たんでしょうって感じですね。はい、で撮影してる今も若干めまいするんですけど、まあここは撮影しとかなとあかんやろと思いまして、ちょっと気合い入れて撮影してます。はい、そんなこんなでですね、宮戸屋精神的に追い込まれてるのは
まあライブ配信とかで言ってたと思うんですけど、ついに体も言ってしまいましたという動画でございました。はい、皆さんもですね、あの日々のストレスや体の疲労は見逃さないように、温泉行ったりしてですね、体を癒して、心はそうですね、綺麗な声優さんだったりとか写真集見て心癒されて、毎週の仕事なり学校なり頑張ってください。僕もちょっと体調万全になったらちゃんとプラモデル作って動画あげるんで、皆さん待っててください。絶望しないで待っててください。はい、よろしくお願いします。といった動画でした。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。